バッショウ。バッショウはアメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は北米原産のナマズの一種フラットヘッドキャットフィッシュの通称バッショに基。バッショウは1942年12月4日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1943年7月25日にノーマンイエス・アイブス夫人によって浸水し。 艦長リチャード・ E ・ニコルズ少佐、アナポリス1934年組の指揮下10月25日に収益、キーウェストなどでの訓練の後、パナマ運河を経て、ニューギニアのミルン湾に開港され、1944年3月3日に到着した。3月10日、バッショーは最初の紹介で、ミンダナオ会及びパラオ方面に向かった。で燃料を補給の後、 ブラックフィッシュと共に行動する。3月21日夕刻、バッショウはパラオーキで目標を発見し、夜に入っての地点で魚雷を6本発射して1本を命中させ、5000トン級輸送船一隻の撃沈を報じた。この攻撃で特設工作艦浦上丸、服用、汽船4317トンに損傷を与えた。4月5日、バッショーは、 ラバオから日本艦隊が出撃してくるとの司令部からの情報に基づきでパラオからリンガ白地に向かう第二艦隊栗田ケ雄中将の一隊が出てくるのを待ち構えていた。間もなくバッションは吹雪型駆逐艦と千鳥型水雷艇と応募式目標をレーガーで探知。バッションは目標に9キロまで接近したが結局攻撃できなかった。 一旦マルス島ゼイアドラー湾に戻って補給を行った後、4月27日夕刻国はのハルマヘラ島近海で60トン級トロール船を発見し撃沈した。5月9日、バッショウは60日間の行動を終えてブリスベンに帰島した。5月27日、バッショウは2回目の紹介でダバを及びハルマヘラ島近海に向かった。6月1日にミルン,ワン 6月3日に、ゼイアドラワンに寄港して、整備の後、昭クに到着。この頃、アメリカ軍は、マリアナ諸島攻略作戦を行いつつあり、リンガ白地に在泊中の日本艦隊が出撃してくる、ことが予想された。そこで、司令部では、多数の潜水艦を持って、予想深度上に潜水艦を配置して、動向を監視していた。バッショはブリームを呼び、フラウンダーと共に、 ハルマヘラ島近海に配備されたが、担当海域を日本艦隊が通過することはなかった。6月25日未明、バッションはの地点で、ハルマヘラ島の白地に入りつつあった輸送弾を発見し、魚雷を6本発射して3つの爆発を確認するも、7500トン級輸送船の撃破という評価にとどめた。実際には、日本が陸軍輸送船三グ丸、マル、山下機船、 6440トンに命中し、ングーマルは、航行不能の後沈没した。7月16日、バッショウは50日間の行動を終えて、ゼイヤドラーワンに帰島した。8月7日、バッショウは3回目の紹介で、ミンダナオ海方面に向かった。期間の前半では主に、ミンダナオ島の西側を紹介。8月28日に、ミオスウンリ島に到着して、 補給を受けた後、9月1日に紹介を再開。9月7日、深夜、バッシは2隻の護衛艦を配する輸送船を発見。翌9月8日未明になり、の地点で魚雷を6本発射し、魚雷は3本が海軍徴用船や長余大連機船、2813トンに命中して、これを撃沈した。 翌日にはのカガヤン近海で紹介中、カガヤンの港から一隻の船が出港してくるのを発見。上空に、海六海、ヘルキャットの援護を得ていたバッションはの地点で浮上し、200トン級輸送船を砲撃により沈めた。その後、9月29日に、ゼイアドラー湾に寄港。10月4日、バッションは55日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。 10月27日、バッションは4回目の紹介で、フラウンダー、ガビナとウルフバックを構成し南シナ海に向かった。11月21日、バッションはの太平東近海で輸送船団を発見し、魚雷を4本発射して1本が5000トン級輸送船に命中して輸送船の撃破を報じた。この輸送船は、赤月山丸、ダホ船。 5698トンとされ、フラウンダーの来撃を受けて損傷していた。11月26日になってガビナが止めを刺し、赤月山丸は沈没。当初はバッショウとフラウンダーとの共同戦果となっていたが、最終的にはフラウンダーとガビナの共同戦果として公認された。12月14日朝、バッショウとガビナはのカムラン湾近海で艦隊を発見する。これは、 林ガ白地から、カムラン湾に進出してきた第五艦隊、島清秀中将で、島中将の機関である重巡洋艦足柄、第四航空船隊、松田千秋少将の航空戦艦伊勢と、日向、軽巡洋艦、大淀、それに駆逐艦2隻の、軽六隻で構成されていた。伐昌は戦艦を、長戸型戦艦と判断し、やろうと思えば、艦隊に接近して、 ツーダを与えることもできたが、目標の速力は早く、とりあえず艦隊発見の報告をしてから攻撃しても良いと考え、しばらく後に浮上してから艦隊発見を司令部に打電した。この頃、バーゴールが従順洋艦妙高を撃破したものの、その妙高に反撃され大破したため近在の潜水艦にバーアルの救援が命じられ、バッションも命令を受信したが会合できなかった。 12月31日、バッショーは63日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還。艦長が、ホークエス・シンプソン少佐、アナポリス卒業年次不明に変わった。1945年1月25日、バッショーは5回目の紹介で、フラッシャーと共に、南シナ海に向かった。2月13日午後、バッショーはの地点で悪天候の中動く目標を探知した。 この時、前回の紹介で見た、伊勢、日向、大淀特築艦で構成された、艦部隊が、北号作戦で貴重物資を満載し、日本を目指して航行中であり、バッョが探知したのは、その伊勢以下の艦部隊に他ならなかった。この時までに、イギリス潜水艦を含む13隻もの潜水艦や、B-24 の攻撃や偵察をかいくぐってきた艦部隊の前に、 最後に視覚として現れたのが、バッショウとフラッシャーであった。しかし、バッショウは、冬を打たれた。16時18分、日向が22キロ先のバッショウを探知して、主砲で攻撃してきたのである。一種の威嚇射撃だったが、日向の36センチ砲弾は、バッショウの右辺後方に、資金弾として落下。バッショウは先行して被体した。しばらくして浮上し、 艦部隊追跡に移ったものの後の祭りであり、艦部隊はすでに去った後だった。2月21日夜にはの地点で、フラッシャーと共に複数の目標を発見し、巨雷を4本発射して250トン級小型船に1本命中させて撃沈、同じ位置で150トン級小型船を砲撃で撃沈した。2月25日午後にはの地点で小型輸送船と、 千鳥型水雷艇を発見し、最初の攻撃で魚雷を4本発射したが命中せず、夜に入って、再度魚雷を4本発射したが、これも命中しなかった。2月27日にはの地点で2隻の70トン級海上トラックを立て続けに砲撃し、2隻とも撃沈した。翌2月28日に、もの地点で250トン級と150トン級の 海上トラックを発見して砲撃するが、損傷に止まった。3月5日、バッショーは、インドシナ半島ツーラン湾沖で、南高作戦の飛9 8船団を発見する。飛9 8船団は、パレンバン丸三菱汽船、5236トンと、両 A 丸日東汽船、117トンの2隻のタンカーと、解剖艦で構成されていたが、 パレンバン丸は前日3月4日にバヤの攻撃により撃沈されており、残った両英丸は解剖艦と共にダナンに退避し、3月5日の朝にダナンを出港してサンアに向かっていたものであった。折からの濃霧の中、バッションは九98戦団に接近しての地点で魚雷を6本発射し、うち2本が両英丸に命中して両英丸は 選手の一部を海上に突き出したまま沈没した。両英丸撃沈で日本の燃料事情はより絶望的に厳しくなる結果となった。攻撃後、バッショーは解剖艦によって長く制圧され、夜に入って巨雷を2本発射し、命中こそしなかったがようやく逃げ切ることができた。3月6日にはのダナン近海で2隻の海上トラックを発見し、 うちに250トン級海上トラックを砲撃で仕留めた。3月12日、バッショーは47日間の行動を終えて、スービックワンに帰島した。3月27日、バッショーは6回目の紹介で、南シナ海に向かった。しかし、この紹介では3月30日未明にの地点で、病院船を、午後にはの地点で、病院船高佐護丸、大阪商船。 9347トンを発見し、4月9日に、物地点で別の病院船を見ただけで、獲物にはありつけなかった。4月29日、バッショーは33日間の行動を終えて、スービック湾に帰島。続いて、オーバーホールのためメア,アイランド海軍造船所へ向かう。作業は8月13日に完了し、真珠湾に向かう。その途中で終戦の知らせを受け、バッショーは、 メアアイランドへの帰還を命じれた。バッショーは9月5日にメアアイランドに到着し、不活性化オーバーホールに入る。その後は1945年11月24日に予備役となり、1949年6月20日に退役、太平洋予備役艦隊で保管される。1951年4月3日、バッショーは最終駅して、 サンディエゴを拠点として1952年5月10日まで西海岸沿いに活動する。再度の退役の後、1952年5月から1953年3月まで、場所はハンターズ・ポント海軍造船所で対戦潜水艦への転換作業を受ける。1953年2月18日に SSK-241 対戦潜水艦へ艦種変更され、 3月28日に3度目の収益を果たし、サンディエゴの第33潜水艦部隊に配属される。1954年の3月から8月まで、バッションは極東へ巡航する。翌年は、ハワイ海域での大規模演習を含む様々な訓練や演習に参加し、その後サンフランシスコでオーバーホールに入る。1956年1月から8月まで、バッショは、 戦後二度目の極東配備に入る。1五十六年八月十四日に、新自湾の潜水艦基地に到着した。1五十九年八月に、バッションは s s 二百四十一に再び艦手変更され、1六十二年九月には d s 四十一実験潜水艦へ変更される。1六十四年八月のトンキン湾事件で、 インドシナ半島の緊張が高まると、バッショウも1969年7月3日まで、インドシナ方面へ派遣された。バッショウは1969年9月13日に退役して同日除籍され、その後1972年7月にナショナルメタルスチール社にスクラッとして売却された。バッショーは三隻の日本の商船を沈め、 総トン数は19,269トンに上った。加えて数隻の小型艇も撃沈している。また、第二次世界大戦の先行で5個、ベトナム戦争の先行で3個の従軍聖賞を受賞し、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。